で、ここをタップすれば入るのかなあ、すごいよ。タップするだけでそっち向いてくれましたよ。こんにちは、スミヤです。今日は、ドワンフ3のね、使い方マニュアルについてです。ドワンフラボさんから、ドワンフ3の使い方の細かなね、手順書がネット上で発表されています。非常にわかりやすいので、皆さん、 これをね、使いましょう。後で詳しくサイトを見ていきますけれども、ともかくいろんなね、情報が真っ最で、えー、先ほどちらっと一通り読んでみたんですけれども、私が知らない情報もたくさんありました。はい。天の川の撮影マニュアルなんかなかなかね、いい感じです。ただね、夏の天の川は今の時期はちょっと撮れないので、天の川が登ってくるシーズンが、 待ち遠しい感じのね、解説がありました。それから、太陽などをね、撮影するときに、今まではね、手動で入れていたんですが、なんかね、スマートフォンをタップするだけでね、そちらに向いてくれるような機能もあるようです。ちょっと一回ね、使ってみたいなと思って、えー、今ね、昼間なのですが、太陽を見ていきたいと思います。でね、今太陽の方向いてないので、ちょっと向けますね。 はい。こんな感じかもうちょっと上か。こんな感じですね。はい。で、ここをタップすれば入るのかなあ、すごいよ。タップするだけでそっち向いてくれましたよ。すごいね。いやーびっくりした。これは使ったことがなかったので、 これは、秀逸ですね。こんな感じでね、ダブルタップするとね、そこを中心に持ってきてくれるようです。まあもちろんね、太陽だけじゃなくて、いろんなね、野鳥を撮るときにもこれは使えそうですね。なかなかいい感じですね。はい。ちょっとスピードを落としてみよう。ちょっとね、風強いので、逆だな。 こんな感じですね。はい。で、これで、太陽追跡。うん。今すぐ完了。はい。できましたよ。はい。でね、自動でね、シャッターとゲインは設定されるようです。800分の1秒と、ゲインが2になってますね。 はい。可視光フィルターになってます。はい。こんな感じです。すごい風だね <laughs>。それから、天体モードにするとね、なかなかいい感じで撮れるということなので、ちょっと風強いけど頑張ってやってみましょうか。はい。えー、っと。シャッターが800。 太陽を追跡中。撮れるかなやってみよう。ちょっとね、すごい風なので、撮れるかどうかわかりませんが。はい。800分の1秒。ゲイン2。合計 999. 現在4、スタック1。あ、出ましたね。はい。なかなかいい感じで映ってますよ。はい。こんな感じでね、映るんですね。はい。黒点。 今日は少なめですね。真ん中に大きいのがありますが。はい。こんな感じです。温度は27度って出てます。はい。ダブルタップでね、そちらの方を向いてくれるというすごい機能知りませんでした。皆さんもこれを使ってみてください。昼間の撮影はね、これを使うに限りますね。まあ今は太陽を撮ってますが、太陽の導入がめちゃくちゃ簡単ですね。 はい。えー、シースターだとね、なかなかね、太陽の導入にえらい戸惑るんですが、ドワーク3、太陽撮影でもね、すごい利便性が高いなと、今日初めて気がつきました。今まではね、方向を十字キーでね、無理やりなんか合わせていたんですけれども、ダブルタップでね、導入できますので、皆さん、ドワーク3、 夜だけではなくて昼間もねいろんな楽しみ方ができますので是非このねダブルタップで位置を合わせるっていうのを使ってみてください本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさよならさよならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますえいえいと